基本的なメカニカル継手。この他にも様々な構造のものがある。メカニカル継手とは、機械的な方法により接続する、硬継手のことである。主に水道の配管において使用される。差し込み継手とも呼ばれる。特徴は、ゴムシール等の密着によって、接続部の止水を行うことで、ねじ切りや溶接等が不要となり、 思考が省力化できることである。季節配管における漏水修理や取り出し、分岐配管の増設などといったメンテナンス工事も容易になる。継手の中を配管が完全に貫通できる構造のメカニカル継手を用いると固定された季節配管の分岐や漏水修理を容易に行うことができる。メカニカル継手による分岐配管の増設方法。必要な 物手順分岐させたい箇所の配管をある程度の幅で取り切り取る季節配管の切り口にメカニカル継手のチーズとソケットをそれぞれ差し込む切り取った配管の長さを調節し季節配管と一直線に並べるチーズとソケットを移動しナットを規定のトルクで締め付けて接続する必要な物手順導水付近の配管を切り取る季節配管の切り口に それぞれメカニカル継手のソケットを差し込む。新品の管の長さを調節し、季節配管と一直線に並べる。各ソケットを移動し、ナットを規定のトルクで締め付けて接続する。メーカーごとに配管を挿入する長さや、締め付けトルク等が規定されているのであらかじめ確認を、する。管と継手が、一種金属にならないようにする。ありがとうございます。